浜田龍介は、福岡県北九州市出身のフリータレント、ラジオパーソナリティ、会社役員、ボランティア団体代表。新旧共同株式、会社代表取締役 CEO、ルリズキッチン代表者、浜田塾塾長。2008年フリーボランティアを提唱。同年、社団法人北九州青年会議所に所属。 2009年地元ラジオ局でパーソナリティを務めるようになる。ラジオネームは浜ちゃんと名乗る。同年9月自身が代表を務めるボランティア団体トランクを設立。公益財団法北九州活性化協議会、もったいない総研主催、社団法人北九州青年会議所、制作 DVD、青空が欲しいでノンフィクションサッカリン A 代と共演。 2010年社団法人北九州青年会議所で副委員長を受ける。同年4月、走れ熊五郎号の本村義夫と対談。同年6月に北九州市の郊外国服イベントで開催されたひまわりフェスティバルではエコでハットトリックを考案。北九州市スポーツ大使でもあるホンダヤストも参加。同年7月お祭りの告知で地元テレビ局に出演。同月、 公益財団法人北九州活性化協議会もったいない総研に所属。同年12月、公益財団法人北九州活性化協議会もったいない総研のクリスマスキャンドルナイトイベントで文字校で司会を担う。ありがとうございます。